Thank you for watching. This is Satoshi. では今回は Perfect One Direction。 こちらの歌詞の解説と会話でも使える英語フレーズをピックアップしてみていきましょう。この曲の歌詞は One Direction のハリーが元恋人のテイラー・スウィフトに向けて書いた曲ではないかというので話題になっているんですが、一体どんな内容なんでしょうか。では一度曲の方を演奏していきますので、自分はどんな印象を受けるか、ぜひその意味を考えながら聴いてみてください。 Alright, here we go。I might never be your knight in shiny armor. I might never be the one you take home to mother. I might never be the one who brings you flowers. I can't be someone tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah.Girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I know good, I'll make you promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secretly to run the booze, if you like to do the things you know that we shouldn't do, baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you likeNight driving with a window sill, if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, I'm perfect, baby, I'm perfect, so let's start right now. いかがでしょうか。それでこのチャンネルではこれまでにも何度かワンダイレクションの曲を取り上げているんですが、やはりワンダイレクションは熱狂的なファンの方が多いので、他のアーティストの解説動画に比べて低評価や厳しいコメントが来やすいんですよね。なのでこの動画もあんまり低評価ばっかりだとやだなと思って、テイラー・スウィフトに向けた曲とかではなく直訳だけにしようかと思ったんですが、それだとあんまり面白くないので、あえてこの曲はハリーがテイラー・スウィフトに向けて書いた曲という前提で解説を進めていきたいと思います。ワンダイレクションのファンの方はぜひお手柔らかにお願いします。また英語の勉強のためにこの動画を見ているという方、あんまり低評価ばかりだと僕がへこむ可能性がありますので、もしよろしかったら高評価の方もお願いいたします。では歌詞の内容を初めからチェックしていきましょう。 I might never be your knight in shiny armor。 こちらを直訳すると、僕は輝く鎧を着たナイトにはなれないかもしれない。シャイニングは輝く、アーマーは鎧。そして初めの I might never be というフレーズはこの後に何度か出てきますが、マイとはないなにかもしれない、 never は決してない、なので僕はないないではないかもしれないというフレーズになります。こちらをもう少し砕いて訳すと、 I might never be your knight in shiny armor で、僕は君を守る白馬の王子様にはなれないかもしれない。その後に言って、I might never be the one you take home to mother. で、僕は君がお母さんに紹介できるような男ではないかもしれない。ここの one は一という意味ではなく、特定の人や物を指して、その一人やその人という意味で使われています。もうハリーもテイラーも大スターなので、普通の恋人がするようなことはできないかもしれない。僕は君が実家に連れて行けるような恋人ではないと思うということを表しています。その次に言って、I might never be the one who brings you flowers. で、僕は君に素敵な花束をプレゼントしたりもできないけれど、But I can be the one tonight. で、だけど僕は今夜ならその人になれる。とか、今夜なら僕は君にとっての特別な人になれるよ。という意味になります。さらに先に進んで、When I first saw you from across the room. 僕が向かいの部屋から君を初めて見たとき、Across は向かい。I could tell that you are curious. Curious は興味を持っている。いや、好奇心が強い。なので、君が好奇心旺盛だったと言えるよ。いや、もっと言うと、君もきっと僕のことが気になっていたはずさ、と訳すことができます。その後が、Girl, I hope you are sure what you are looking for. こちらを直訳すると、Girl, 女の子、君が何を探しているか確信していることを願うよ。Look for で何々を探す。ですが、このままだと少し不自然なので、もう少し砕いて訳すと、はじめの Girl は呼びかけ。ねえ、君が何を求めているか分かっているよね。Cause I'm not good at making promises. で、なぜなら僕は約束をするのが得意じゃないからとか苦手だから。Cause は because のカジュアルな言い方。Make promise で約束をする。そしてそれが not good at と言っているので得意じゃない。いや苦手となります。
これが何を表しているかというと、テイラーもハリーもすごく忙しいので、だって僕らが次にいつ会えるかなんて誰にもわからないからためらっている時間なんてないというふうに訳すことができるんじゃないでしょうか。サビに行きましょう。 But Hugh like causing trouble up in the hotel rooms. でも、もし君がホテルでとかホテルの部屋でトラブルを起こすのが好きなら、ハリーとテイラーが一緒にいたらマスコミが押しかけてきてニュースになってしまうけれども、でももし君がホテルでスキャンダルを起こすことを気にしないなら、 I feel like having secret little rendezvous。 もし君が僕と秘密の関係を持ちたいなら、日本でもたまにランデブーと言いますが、これは待ち合わせやデートという意味のフランス語ですね。さらにその後が If you like to do the things you know that we shouldn't do。 で、もしも君が僕らがするべきでないことをしたいならとか、したら大騒ぎになりそうなことをしたいなら、Then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. 僕が理想の相手だよ。僕が君にとって完璧な相手だよ。ということができます。サビの後半に行きましょう。And if you like midnight driving with the windows down. で、もし君が真夜中に窓を開けてドライブするのが好きなら、これがどういうことかというと、昼間にドライブしたり、窓を開けてしまうと人がどんどん集まってきてしまう。だから誰も見ていない真夜中にドライブをしたいなら、その次が、I feel like going places we can't even pronounce。プロナウンスは発音するという意味ですが、ここでは言うという意味で、もし君が誰にも言えない場所にデートに行くのが好きなら、とか、秘密のデートをしたいなら、If you like to do whatever you've been dreaming about。Whatever は何でもとかすべてなので、ここはもしも君が夢見ていたことをすべて実現させたいならと訳すことができます。そして最後が Then baby you are perfect. Baby you are perfect. 君は理想の相手だよ。君は僕にとって完璧な相手だよ。 So let's start right now. さあ今すぐ始めよう。この right now の right は強調なので、今すぐという意味になります。この一番にもこの曲はテイラー・スウィフトのことを書いているのかなと思われる部分がいくつかありますが、一番話題になっているのがブリッジのこちらの歌詞。I feel like camera's flashing every time we go out. もしも君がどこに行ってもカメラのフラッシュで写真を撮られるのが好きなら、とか、僕らがどこに行ってもパパラッチに追いかけられるのが好きなら、I feel looking for someone to write your breakup song about. もしも君が失恋の歌を書くための相手を探しているなら、テイラー・スウィフトは自分の恋愛経験を歌詞にするので有名なので、この部分なんかはテイラー・スウィフトのことを想像されるのもわかるなという感じですね。そしてその後、Baby, I'm perfect. Baby, you are perfect. 僕が理想の相手だよ。僕らは完璧なカップルだよ。完璧な組み合わせだよ。と続きます。One Direction, Perfect の歌詞はこのような意味を表しています。他にもこの曲は曲調やメロディーやミュージックビデオの煙の S がテイラー・スウィフトのスタイルに似ているということで話題になっています。それを検証したサイトなどもあって、リンク貼っておきますので、興味があったら聞いてみてください。では今回は One Direction の Perfect の解説をしてきました。どんな反応が来るか、ちょっと不安もあるんですけれども、もちろん今後もいろいろな曲の和訳解説をしていきますので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。さらに英語を基礎から効率的に学べたい方、英詞の意味を自分で理解したい方のための9時間の動画付きオリジナルテクストブックも発売中です。興味がございましたら概要欄からチェックしてみてください。Alright, thank you for watching. This is Mark Lucebel Channel. Macro Stereo.